皆様こんにちは、リアムアレクサンダーでございます。ということで今回も MLB ザショーセブンティーンの実況やっていきましょう。今回はですね、メッツとの、一戦とカンザスシティロイヤルズとの、一戦一試合、合計2試合ですね。いつも通りやっていきたいと思います。早速やっていきましょうかね。2番ライトいきましょう。いやかなりですね、ちょっと収録が久々でございまして、2、3週間どこじゃないの、もう1ヶ月ぐらい撮ってなかったのかな。かなりため撮りの、ずっとこうため撮りしてたものをアップしてたので、あれなんですけど、まあいろいろとね、移籍の方もこの撮らない1ヶ月の間にかなりいろいろ進みまして、大谷もね、無事決まりまして、いろいろお話ししたいことはたくさんあるんですけれども、とりあえずはね、試合に集中しましょうかね。守備の時とかね、その打席に入ってないところでいろいろね、移籍のお話とかもね、していきたいと思います。3割4分7厘18本56だって、これあれだよね、オールスターまでちょっとホームランを打って、ホームランダービーにギリギリ出るかどうかみたいなところやってたっていうのは覚えてるので、なるべくホームランも狙っていきたい。やっていきましょうか。フォーシームチェンジアップカウスライダー、 OK、うわーインサイドか。ちょっと風に見えなので、ちょっと声がね、あまり調子良くないですけど、すいません。あーボールだよ。よし、OK。Okay, so now is where I think you pull the string. Throw the El Cambio up there. Hasn't seen it yet, and I think he's set up for it right here. まあ結構難しかったな。でもストライクゾーンだと思うんだよな。いやーショート正面か。くそ。お、守備ですね。移籍の事情のお話をするとですね、まあ結構本当にもう今の時点でかなり、選手は動いてはいるんですけど、まあ、とりあえず一番大きかったのは大谷だよね。あんなに何十球団も、25球団でしたっけ、25球団もが大谷を欲しいっていうさ、そんなことあるかっていうね、そんなにすごいんですね、大谷の評価はね。よし、集中していきましょうか。あ、入るんだね。Working balls and strikes will be Mr. Daryl Parker. Okay, okay. Yeah, Daryl Parker, you know what I see with him, Matt? He's basic. You know, he's a guy that calling balls on the corners is not really his strength. He's going to stay right in the middle. Fundamental Daryl. Why, しつこいな。警戒がすごいな。That's him. Hey, come on, big dog. Get your pitch.うわ高いですね。いいですよ。Well, I think he just kind of lost focus on the mound right there. It's clearly not going his way, and he's thinking more about that than the task at hand. Right now, いやー正面か。今ボールだったのかな。わかんないな。いやー厳しいコース来るんだよなピッチャー。さあ打席もちょっと本当に打たないとまずいなこれは。あピッチャー変わってる。フォーシームツーシームスライディング。4回だけどね。よし、OK、ナイス。ちょっとボール球気味だったけどね、もうなんか、これは本当に、なんていうの、インサイド上手い人が持っていくヒットの打ち方だったら、今、そこの厳しいコースを見事にセンター前に、あれかな、かなりこれで、あそこのコースをセンター前に運ばれるっていうのは、かなり能力も上がってきたのかな。いいことですね。ヒットになる確率が高くなるということなので。いや、セカンドか。いや、セーフ。オーケー、素晴らしい。ナイス。サム・アンド・イでクリス・カーター、1割だよ。とりあえずは2割に復帰しないと、4番だからね。フレイジャーから4番奪ったんだからね。おいおいマジかよ。ああもったいねえ満塁なのに。頼むよ。さあ4打席目、ちょっとそろそろホームラン欲しくなってきちゃうけどな、まあ、とりあえずは打率を残すことが優先かな。いやこれは詰まったね。あー詰まってるね。あーもったいなかったな。初球もうちょっと見ればよかったか。
最終的にも勝ってるね。それで大谷はね、エンジェルスですか。どういう基準で選んだのかは知らないですけど、もうなんかさ、なんていうの、あー、ここ、そんだけ25球団から声かかされて、自分の行きたいとこをさ、球団を自分で選べるってすごいよね。相当の選手じゃないとそんなことできないですからね。いやヤンキース断ったりとかね、もうなんか西海岸が良かったんですよね。それはなんか聞いたんだけど、西海岸が良かったみたいな。ヤンキースって思いっきり東なんで、西海岸って言われたからさ、マリナーズあるかなと思ったんだけどね、結構最終候補までマリナーズは上がってたので、いや来てくれないかなと思ってたんですけど、さすがに来なかったですね。まあいい、結構日本人所属してましたからね、マリナーズはね。よし、集中しましょう、一回。おお、結構来るね、肘。いや、打ちたいな、チャンス。よし。Here's a guy we know is doing pretty well at the plate lately, and based on those last two pitches, I think I know why. He's doing a great job of putting himself in count where he's like. よし、オッケー、今のうまい。よし、オッケー、2点は行ったらオッケー。サードまで行けるか。いやー、無理。いや、行け。行った、オッケー。よっしゃ、スリーベース。いやー、オッケー、オッケー。いいトライだったね、今のは。てか逆方向持ってったら今のうまかったな。いや、理想的な形でですね、この 2、3塁の場面に対して逆方向ね、宇宙間に持っていけるっていうのは、コレアも今日一歩打ってます。頑張れ。何の話してたっけ。そんな、マリナーズか。マリナーズがね、多分一番日本人所属してる数が多いんじゃないですかね、今までね。イチローもいましたし、川崎もいましたし、今ではね、岩隈もいますし、あの大魔神と言われてね、佐々木さんもいましたし、本当に多くの日本人がね、マリナーズにいましたから。城島とかね、城島って言ったっけ。いやー、そんだけね、やっぱり行った、あ、行かないか。まあ多分そこもあったんだと思うんですよね、多少で。そんなにいっぱい日本人がいたところにあんまり行かないと思うかなみたいなね。いや、どうだか本人じゃないからどうだか知らないですけど、エンゼルスなんか結構少ないですからね。松井がいたぐらいかな。あとちょっと結構まだ他にいたかどうかわかんないけど、俺が知ってるのは松井秀喜が、エンゼルスにいたのを知ってるぐらいですね。よし、勝ったかな。よし、2本、悪くないと思います。ちょっとホームラン欲しかったですけどね。ビリーバンズホームランっていうのは、まあちょっと、まあホームラン出なかったですけど、ヒット2本はね、悪くない成績かなと思います。で、移籍金とかもね、まあでも、あのマリナーズ今回あれなんだよね、あのマーリンズのさ、マーリンズのセカンドの内野手のあの D ゴードンを獲得しましたんで。いやー、でも D ゴードンなんかホームランバッターじゃないですからね。1年で1本打つか打たないかレベルの選手なので、もうとりあえずあの D ゴードンの、 D ゴードンとは何って一言で言うとしたら、まあ足が速いっていうぐらいしか思い浮かばないんだけど、まあでも足が速いっていうのはまあ武器になりますからね、いいと思いますけど。では2試合目いきましょうかね。ちょっとホームランランキング見ていいですか。うわ、ミゲルサノ26本23、22、19。うわ、この4位までに入んないと、うわ、4位までに入んないといけないので、うわ、あと2本ぐらいはもう必須だなこれ。いやー、でまだあと 1週間ちょい、オールスターまであんのかな、1週間か。まあちょっと本当にこのまましっかりとね、まあ、狙って打てるもんでは、1試合飛ばされた、2は DH、 狙って打てるもんでもないので、いや、まあ頑張ってね、行きましょうか。まあしっかりヒットを打とうと思ってればね、しっかりとあのホームランになることもあるので、頑張っていきたいと思います。さあ、ロイヤルズの一戦でございます。再びホームですね。よろしくやっていきましょう。あまりマーチリンは、これ結構この高いアベレージはキープしていきたいところですね。よし、
アウトじゃないかい、ビリー・バーンズか、あアルトゥーベ、アルトゥーベ、頼むよ。そんな1回から攻めなくていいんだよ、別に。慎重に行こうよ。あ、やべ、ボール球落ちた。焦っちゃったよ、ちょっと。ちょっと動揺がありましたね。すいません。3試合目、勝ち越されて2試合目。2試合目じゃないよ、2打席目。よし、OK。よし。インサイド、外角インサイド低め、インサイドじゃないわ、外角アウトサイド低めか。いやー、いい感じで持ってったね。わ、120本。わ、これでも、もしかしたらイチローの記録抜けるか。抜けないか、さすがに。ちょっと頑張ればいけそうな気がするけどな、260何本。そこもちょっと狙っていきたいよね。いや、それもちょっと達成したい。いつかは達成したいですね。イチローの記録を抜きたい。あの2001年だったから2001年以来の、ね、記録を抜きたい。あ、これは無理だ。これはセカンドストップです。さあノーアウトだよ。ダブルプレーは最悪。右方向へのバッティングを意識して進塁では打ってください。おい、三振かい。バットに当たる以前の問題か。頼むよ。コンフォート。オバニコンフォート入ってんだ。うお、いいけど、あ、ダブルプレーか。セーフ。おー、素晴らしい。なんとか残したチャンス。さあ、フレイジャー。4番を奪われ、6番に入ってフレイジャー。頼むよ。抜けないですね、正面ですね。はい、残念。さあ、3打席目。うわー、得点圏だ。これはちょっとしっかり。ランナー返したい。いいよ。うわ、結構軌道がすごかったな今。いや、厳しいとこ来るな、ずいぶん。いやー、もっと早めから振り遅れちゃったな、ちょっと。ホームランできたかな今の。そういうのあんま、そういうのあんま考えないんだよ。しっかり集中しよう。乗らないか。ストライクゾーンなんだよな、これもね。振らないといけないな。よし、いいよ。フルカウントだろ、これで。じゃあ、ランナー走るよ。逆転まで持ってきたいな。いったんじゃないか。うわー、くそー、落としたダメ。いや、いったと思ってたのに、今結構角度的に伸びてたから、いったかと思っちゃったら、くそ。ちょっと悔しいね。あ、でもちゃんと逆転してくれてるね。素晴らしい。91マイル、そんな速くないんだな。でも言っても、おお、来ますね。抜けないか、抜けないか。なあ、終わりましたね。さあ、終わりましょうかね。4の1か、もうちょっと打てたね。いや、3打席目特に惜しかったな。まあ、気を取り直して頑張っていきましょう。まあ、ちょっとね、これなかなかオールスターじゃなくて、オールスターは出れると思うんだけど、ホームランダービーですか。なかなかちょっと厳しい状況になってきましたけどね。まあ最後まで諦めずにね、頑張っていきたいと思います。ということで皆様、今回もご視聴ありがとうございました。次回はですね、3割4分7厘と。あ、スピードが下がってる。よっしゃ。もう今までポイントをために貯めてきたからね。もう、マイナスいっぱいついてもいいよ。どんどん、能力上げましょうね。では、次回は、カンザスシティ、そして、大谷の所属、するエンジェルスの
ロードでの試合がね、2試合ありますので、2試合じゃないわ、4試合ありますのでね、そのうちの1試合やっていきたいと思います。ということで次回の MLB 女子ショー17の実況でお会いいたしましょう。さよなら。